はい、2015年3月31日今回はルーツセニングの入れ方を紹介していきます。ルーツセニング、どんな人にでも入れるわけではないんですけど、とても量が多い方、例えばこの中間から毛先だけをすいても根元がもうすごい溜まってる人っていうのは、このテグシが通らないぐらいの人っていうのもいます。そういう場合にルーツセニングを使って根元からすいて指通りを良くする、あとは必要以上に髪を削がなくてもすっきり減らすことができるので、ルーツセニングを入れたりします。で、入れ方はハサミ、セニング、どちらでもその場合で使うのが変わってくるんですけど、だいたい刃先この辺りぐらいを使って入れていきます。あまりこうたくさん幅を深く入れることはないです。入れるときにだいたい細かく1センチ間隔ぐらいですね。で、こう分けながら根元の方、だから5ミリから1センチぐらいのところに、もう1、2本ずつぐらい落としていく感覚で少しずつ入れていきます。で、例えば生え癖が強くて上に向かってる人なんかは、特にこう見ながら生え癖が強いところを狙って落としてあげることで、強い生え癖を抑えることができるので収まりが良くなったりもします。今度は中間部分ですね。で、ただすくだけ、ただバサバサこうすくだけっていうのは誰でもできます。で、実際プロというのは誰でもができないようなことですね。その人その人に合った適量っていうのを生え癖だったり、まあ、持ってる毛量だったり、その人がどうしたいのかというのをしっかりと聞いた上で、見極めた上でちょうどいい適量を減らしていく必要があります。で、あんまりこうバサバサすぐよりかはもうルーツセニングで根元の方から減らして取っていくというやり方もあります。で、主には襟足とこの後ろですね、この辺を減らすのに使っていくんですけど、まあ、場合としてはこうショートスタイルなんかはこの辺り付近も入れたりする場合もあるんですけど、だいたい上の髪の毛というのはこういう風に上に向かって生えてるので、短い髪の毛を作ってしまうとここからなんて出てきやすいので、上の方は入れる場合は注意してその生え癖なんかを見極めた上で入れていきましょう。あとは刃先を使って根元付近に入れていくので、その辺もしっかりと気をつけて入れていきましょう。はい、その人に合った適切な技術で適量に減らすというのを心がけてやっていきましょう。今回は以上でした。